ンポン。おらー、乗っ取りじゃー。ようやく出てこれたぜ。今日からこのチャンネルはうちが支配する。何がゆかり先生劇場や。いつもおもんない茶番見せやがって。なあ、おい。ほら、うちの妹激おこぷんぷん丸やぞ。この落とし前どうつけてくれるんや。なあ、おい。まあ、これからはうちと妹でこのサビれたマンネリチャンネルをレボリューションしてくんで、そこんとこよろしく。なあ、おい。ごめんな。なんでソフト持ってるのに声ちげえんだよ。お、なんか声だけ入った。誰や、絆あかりや、最近ハマっているのはダイエット。何や、何が起こっとるんや。たく、どうでもいいけどお前ら、何動画なっとってんねん。そうだそうだ、返せ返せ。ねえ、私のチャンネルだ。お前たちはいつも歌うだつまらん動画を永遠と上げているから、超絶キュートで面白いうちらを盛り上げてやろうと出張ってきてや。もう、うるさーい。どうせー。一発一緒。何や、お前きっしょ。我がチャンネルの全守護神に集まれ、スタンバイ。なんかこの世の意味、筆を圧縮したような集団がこっち見てる。突然。ああ先生のチャンネルを乗っ取ろうなんて甘いんだよ。まあ、あの集団に追われるのは恐怖やろな。ま、これに懲りて今後は奴らが登場することはないでしょう。いつも夜、あなたを見てます。え？ピンポン。私は葵、趣味は漫画ゲームアニメ鑑賞というオタクである。最近はデスクトップ、タブ、スマホを同時に使いゲーム実況とアニメを流しつつ漫画を読むのが日課となりつつある。オタク趣味を満喫する毎日。そんな中彼女たちの動画を見つけた、見た、そしてファンになった。何回か好意を伝えようと頑張ってみたが多分ちゃんと伝わっていない。そう、私はこの賞なのである。頑張って好意を伝えよう。好意を伝える方法その1、目があったら微笑む。やはり人間表情が大事。お相手に好印象を与えるためには笑顔がとても有効です。もし気になるお相手と目があった時はあなたの可愛いエンゼルスマイルで好感度をアップさせちゃいましょう。ふむふむ、なるほど。でも私笑顔苦手だしな。せや、ふんふんふん。お、あかりちゃんかな、ついなちゃんかな。今日も元気に部活やっちゃいましょう。お、お、どなた？よし、つかみは OK。ここで好意を伝える方法その2、親切にする。ごめん、いります。ん、どれどれ、頬を、素晴らしい繊細さ。さぞ優秀な名職人が、おのが人生をかけて作り込んだのでしょう。イラスト屋でクリッピングかましただけです。すみません。私もそれなりの品を用意しなければ失礼というもの。しかしまたれ。はい、私の顔とばった。キャー、せ先生の顔だー。嬉しいー。キャー、バッタだー。バッタ。バッタだー。よし、今のところ流れは完璧。ダメ押し。好意を伝える方法その3。相手の動きを真似ることで好意を抱かせる行動手法。ミラーリング、行くぜ。ふふ、いいお面職人にもらっていただけて光栄です。ふふふふ、え、ふえ、ふえ、え、いや、無理だろ。こんちは、おわ、なんや、あれ、今の子、ゆかりちゃん、なんかあったんか？お友達ができました。ほら、これ見たらわかるでしょ？何もわからんわ、ボケ。ピンポン。うちはアカネ、この格好を占めてる番長や。ゆかりとは知り合いとの仲が悪い。しかも最近ちょっとそこら辺は調子に乗ってるらしい。ここいらで一発締めてやらんとうちの威厳に関わるんで、これから殴り込みちゃう。おおおおおお、ま、え、ら、あかーん、あっぷな、まずあっぷな。なんでここ水平にうんこ設置してんねん。あ、ごめんなさい。誰や、誰や、え、あの、何慌ててるんや。素直がバレないためのマスクに侵入者を防ぐトラップ。こいつもしかして強盗か。この格好のボスであるうちの目の前で盗みを働くとは根性あるやつやな。どっ捕まえたる、覚悟し。ああ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 、危なー、危なー、危ないやろ。不意打ちとは卑怯なやつやな。そっちがその気なら本気でやったる。行くてこれ。ああ、ケルベロスね。な、何が起こったんや。なんやこいつ。にゃー、鳴き声おかしいだろ。クソ、複数で来るなんて卑怯や。やるなら1対1対マン張れや。対マン、にゃー、おう、お前でもいいわ。やろうぜ対マン。タイマン、ああ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 、わかりづらいからお前がタイマン張れや。ほら、構えろや。うちの腕っぷしにビビるで。クソ、こうなったら人を呼ぶしかない。おい、お前の悪事もここまでや。これから先行に突き出したるから。どうも可愛いね。先行、なんや、何がどうなっとるんだ。またなんか落ちてきた。なんなんや。うわあああああああ、助けて、葵。あれ、ピンポン。何やったんや、あいつ。お、あ、お前は。おう、この前の、あかねちゃんやんな。ここで何しとるんや。部室に行く途中や。せや、もしよかったら一緒に行くか。なんや、こいつ妙に慣れ慣れしい。でも他の奴らと違って会話は成立するな。はん、行くわけないやろ。そっか、まあ、また気が向いたら遊びに来てな。ち
い街。ああ、あれや、あの部屋に行くなら気をつけた方がええ。なんか強盗みたいな奴がいたから。強盗？ああ、なんかガスマスクつけて、三つ首の化け物を従えてて、鶴と槍の先にうんこつけてる奴や。ああ、すまん、大丈夫や。え、それうちの後輩なんで。後輩？どういうこと？いや、よく考えるんや。この落ち着いた雰囲気、コミュ力に染みれるこの大物感、もしかしてこいつ。強盗の親玉か？おお前、あの部屋でいつも何やっとるんや。それは、うち。何してるんやろ。まあゆかり先生がいろいろ暴れるから抑える役みたいな。暴れる？ゆかりのやつまさか。そそんなこと許されると思っとるんか。うん、でもやらかしそうになったら芝居手でも止めてあげなあかんしな。芝居手止める？そんな恐ろしいことを。あ、恐ろしいといえばあれや。よく顔を包丁で切っとるわ。顔を包丁で？おお女の子の顔に何しとんねん。ほんとにな、今は見慣れたけど最初はビビったわ。見慣れた？あ、今度よかったら部室に見に来る。わあ、助けて葵。あれ？